愛するとき、死するとき、名古屋の方に行かせていただきます、浦井健二です。12月の8日、12時から、なんと1回公演の、もう1回しかないんですよ。で、1回公演にアフタートークまでつくという、どうですか？ですね。ありがとうございます。ビレッジホールさんの方でやらせていただきます。名古屋公演。演出の小山優奈さんと共に作り上げてきましたこの愛するとき死するときなんですけれども、このカンパニーならではの作品になっているかなと思います。感じるままに皆さん楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひ劇場で堪能していただけたらなと思っております。15年前ある青春コーラス1979年、居酒屋ベルリンで飲んだ後、居酒屋小さな星に入る。16歳だけど身分証明書は出まして。ダメよ、あんたら子供ですよ。まずが自分のお店。いいわ、入って。シュタインベルク BFC ベルリンフットボールクラブ。俺、ウニモノ。ズラララララララ変わらないよ君への愛、街の明かりが消えようと。変わらないよ君への愛、クソったれのあいつがくたばろうと。世界で一番美しいのは君の大事な宝物。そうですね、名古屋のそのビレッジホールさんの印象って、僕個人的には初めて行かせていただくので、初の劇場ってやはりワクワクドキドキするものなんですよね。まず袖中とか楽屋がどんな風になってるのかがまだ想像できない。でもそこにまたこう自分の身を置かせていただけること、そして呼んでいただけることを光栄に思いながら、感謝しながら舞台の板の上に立たせていただけたらなと思います。あと個人的になんですけれども、なんかこうシアタートロムという劇場で作品やらせていただいている中で、どうにもその諸先輩方の、この板の上に立ってきた先輩方の影といいますか、存在をすごく感じることができる、そんな時間になっているので、自分を律してしっかりと前を向いて役者として精進していけたらなというふうな所存でございます。なので、ぜひともぜひとも名古屋公演の方にもお客様、皆さんお越しいただけたらと思います。それでは、浦井健二でした。14年前、春、青春。